同性の玄武詩人は、中国の神話、天の四方の方角を司る霊獣である、四十、四像ともいう、四像と詩人。四十は同義であり、実体のない概念である四像に実体を持たせた、ものが詩人、四十とされる、東の清流、南の蘇作、西の白古、北の玄武である、五行説に照らし合わせて中央に、麒麟や王領を加え数を合わせた上で、 取り入れられている。ワイナンコなどによると、方角には四十と共に季節紙として五定を補佐する、五差のうち四差が割り当てられている。これらの四差の方を詩人と呼ぶこともある。また、随十の四霊を詩人と呼ぶこともある。詩人にはそれぞれ司る、方位、季節、そしてその象徴する色などがある。中国天文学では、天球を天の赤道体に沿って、東方、北方、西方、 南方の四大区画に分け、それぞれに詩人を対応づけた。これらを東方青流、北方玄武、西方白虎、南方須尺と呼ぶ。これは十八宿を七宿ごとにまとめ、その星座を組み合わせた形を竜、鳥、虎、亀の四つの動物の姿に見立てたことによる。例えば、東方青流であれば、角は竜の角、甲は竜の首、手、棒は竜の体、尾は、 竜の王をかたどっている。また、戦国時代は五行説により土イコール中央、イコール木、木イコール東イコール青、金イコール西イコール白、火イコール南イコール赤、水イコール北イコール黒というように五行と方位、色が結びつけられており、これらの動物も、各方角が表す色を監視、青流、玄武、白虎、須雀とされた。なお、ここで言う東方、北方、西方。 南方は、天球上の東西南北ではなく、地平から見た方位であり、天井の十二神と地上の十二神が一致した時の検証をもとにしている。なお四像の境界は二十八宿に基づいているため、均等ではなく、十二時と十二神の区分とは一致しない、感情率歴史の度数では、となっている。2010年4月5日、宇宙飛行士の山崎直子は、2009年10月18日に、 行われた松戸神社、新仰祭のために作られた詩人お守りを携えて、スペースシャトルディスカバリー号に乗り、ケネディ宇宙センターから国際宇宙ステーションへ飛び立った。地球へ帰還した山崎は、同年5月に帰国し、松戸市を訪れて、共に宇宙へ行った詩人お守りを、同神社へ返納した。白虎大蔵平城宮須佐久門、奈良資源武道。 兵庫県豊岡市清流縁月島、白虎隊、須作門、玄武道など、詩人にちなんだ事物は数多い。藍津藩では、武家男子を中心に、年齢別に50歳以上の玄武隊、36歳から49歳までの清流隊、18歳から35歳までの須作隊、17歳以下の白虎隊と詩人の名前を、舞台名と詩群構成していた。 人生を四季に例え、若年期を、青春、壮年期を、春夏、熟年期を、白秋、老年期を、元童と表現することがある。日本の詩人、北原白秋の号はこれに由来している。新記元社、幻想動物辞典 P159。ありがとうございます。